ば、なぜ俺はエブと一緒に観覧車に。何にせよ、エムにもひどいことを言ってしまったんだ。しっかり謝らなければ。ほら、見えたよ、司くん。ん？これは、上からワンダーステージが見えるのか。こうやって見ると、緑に囲まれたいい場所だな。でしょ？おじいちゃん、緑がいっぱいあるからあそこにステージ作ったんだよ。おじいちゃん…それは、つまり M のじいさんがフェニックスワンダーランドを作った…ってことか？うん。じゃあお前、大鳥ってフェニックスグループの大鳥家？超がつくレベルの金持ちじゃないか。それがどうしてこんなところで。1年前にね、おじいちゃんとお別れしたの。その時お父さんが、ステージはもう古いし維持費もかかるから壊して新しいものを建てた方がいいって言ったんだ。でも私、おじいちゃんのステージが大好きだから、絶対絶対残したくて、壊さないでってお願いしたの。そしたら、今年の連休までに採算が取れるくらいいっぱいお客さんを呼べたら考えてもいいって言ってくれたんだ。なんでそれを最初に説明しないんだよ。だってみんなショーを作るのに一生懸命だったでしょ。おじいちゃんが言ってたの。ショーにはいろんな人が必要だけど、みんなが思いっきりショーができるように考えて頑張る人が一人は絶対に必要なんだよって。でももうやめにする。ステージとは今日でバイバイ。なんでだよ。大事なんだろ。残したいんだろ。でもね、私がショーをやりたいってわがまま言ったせいで、みんな笑顔じゃなくなっちゃったから、みんな笑顔になれることが一番大事だっておじいちゃんも言ってたから。だから諦めるのか。うん、バカ M。 え、このバカ M。 うん、あのな、お前はみんなを笑顔にしたいんだろ。それでお前が泣きそうになってどうすんだよ。 M だってお前のじいさんが言ってたみんなだろ。だからもう一度ショーをやるぞ。あのステージを笑顔でいっぱいにするんだ、絶対に。司くん、俺が悪かった、エム。だからまた俺と一緒にショーをしてくれないか。忍び込むなんて、ルイと同じことしちゃった。ネネロボ、ネネロボ、あった。ごめんね、置いてけぼりにしちゃって。私の代わりにずっとステージに立ってくれてたのに、どうして私こうなんだろう。ステージに立つ勇気がないからってこそこそ隠れて、ネネロボに全部やらせて、また全部
台無しにして。もうステージに立たせてあげられなくて。お客さんが笑ってるのを見てたんだな。